セザーレ・ラッテスは、ブラジルの実験物理学者。パイ中監視の発見者の一人である。セザール・ラテイズ、1949ラッテスは、ユダヤ系イタリア人移民の家に生まれた。サンパウロ大学の数学科、物理学科を1943年に卒業した。W. グレブはトギンやジュセッペオキャリーニラヨーロッパの教師の元で研究した。 最初の世代のブラジルの物理学者たちの一人で、リオデジャネイロの物理学研究センターチェントロ、ブラジレーロデプスキーゼスファイシカスの設立者の一人で、ある。1947年に、セシル・パウエルのチームの一員となって、寿命が短く、地表に到達できないパイ中間子をボリビアにあるアンデス山脈の標高5000メートルの山に登って、写真甲板を使って発見した。 24歳の時である。その他友人ガードナーとサイクロトンによって人工的に作られたパイ中間子を検出した。1949年にブラジルに戻り、リオデジャネイロ連邦大学、サンパウロ大学などで研究し1967年にカンピーナス州立大学教授になった。ありがとうございます。